フリースゲイルマキム X507CVM8 バイトフリースゲイル IMX は ARM アーキテクチャに基づいており低消費電力に焦点を当てたマルチメディアアプリケーション向けのフリースケールセミコンダクタ独自のマイクロプロセッサファミリーである IMX アプリケーションプロセッサは CPU ベプル GPU などと一つの台に多くの処理ユニットを統合するソックである IMX は自動車、産業用及び民生市場向けに開発されている。それらのほとんどは10から15年の長期安定供給を保証している。フォードシンク、アマゾンキンドル、ソニーリーダー、コボ、ロジテックハーモニーリモートコントローラ、スキスバックスラジオ、東芝ギガビット MP4 プレイヤー、ベネッセコーポレーションチャレンジタブレットなど多くのデバイスが imx プロセッサを使用している。imx は以前はドレアゲンブル mx ファミリードレアゲンブルマイクロコントローラの第5世代と呼ばれていた。imx はもともとはイノベーティブマルチメディアエクステンションを意味していた。imx ソリューションはハードウェアとプロセッサに最適化されたソフトウェアで構成されている。imx5x シリーズは アームコルテックス A8 コアをベースにしている。IMX51 ファミリー及び IMX50 ファミリー。これは、二つのファミリーを含む。それは、CMOS65 ナノメートルプロセスで設計されている。一部のモデルでは、Z460 のイマゲオン GPU を搭載。IMX508 プロセッサは、E- インク社とフリースゲイル社の共同開発。E- リーダー専用。 2010年に発売 PCB 上の部品コストとスペースの両方を節約するためにシリコン内の E- インクディスプレイコントローラを統合している LPDDR2400MHz をサポート2009年発表 DDR2200MHzIMX535 は2010年6月発表2011年第1四半期に出荷開始 IMX6 シリーズは、アームコルテックス a 9のソロ、デュアル、クワッドコアに基づくフリースケールの IMX ポートフォリオ、CMOS40 n m メートルプロセスで設計されている。IMX6 ソロ、デュアル、クワッドは、ラスベガスのコンシューマーエレクトロニクスショーで2011年1月に発表、2012年12月11日量産開始。対応メモリは、 対応メモリは LPDDR に 533MHz、または DDR3、または LVDDR3。VIVANT GC2000 は4コア、24G フラップス。VEPU のサポートコーデック VEPU の内部にはビットプロセッサと呼ばれる DSP があり、コーデックごとに 16KB 以下のマイクロコードがあり、それらを読み込むことでコーデックを切り替える。VEPU で始まる。 新言語用の API も公開されているが、Linux からは g スト s t r e a m e r からも利用できるようにドライバが公開されている。2010年2月に FreeScale は IMX5X のために Android プラットフォームを立ち上げた。FreeScaleIMX 開発キットには GNOME モバイル環境の Linux ソフトウェアスタックが含まれている。IMX51 ファミリーでは リファレンスユーザーインターフェースは Ubuntu。Ubuntu 10.041をサポート。IMX53 クイックスタートボードは Ubuntu 11.10をサポートしており、プリンストール済みのデスクトップ、またはサーバの SD カードとして使用可能。IMX6 シリーズはフリースゲイルやりなろから Ubuntu がリリースされている。Open Embedded Linux には、 いくつかの IMX プラットフォームをサポートしている。商用 Linux のサポートは、モンテビスタ、ウィンドリバー・システムズ、メンターグラフィックスなどから提供されている。フリースケールの IMX の開発キットは、マイクロソフト Windows e m b e d CE を含む。ありがとうございます。